それでは後半の授業に入りたいと思います。で、前半の授業でその、変数変換の話をしておりまして、で積分領域が、変数変換でこう対応していると、でその中で、こういうその積分を考えますという話をしまして、で、ちょうどそうですね、その例題としまして、今日の授業の最初に出しました例題を挙げてみました。で、変数変換を行いますと、もともと与えられた積分領域がこのようなその原点を中心とした円状だったものを、こちらのその rθ の極座標で表されるこの長方形上で積分をすることになります。で、そうですね、先ほどの話の最後はそうだと遠くの話をしたんですね。で、実際にその積分は何をやるかっていうのを考えたときに、その、実際にこの関数 fxy っていうのはこの黒板の上にこうから浮き出た、局面のような形をしていて、でその体積を測るっていうのは、この丸い縁で切り取ったその遠くでこの上の面がこの関数 fxy の局面で切られたその遠くの体積を測るようなものだというふうに思うわけですね。で、その遠くっていうのが実はこの変数変換によってこちらの rθ の平面に移ってきたときにまた別な形のこう局面かなんかになるわけです。で、そうすると、この重積分の定義をやったときにその遠くの体積を測るのに基本になったのは何かっていうと、この領域をですね、細かい非常に細かい領域に分割して、でそのこの一つの単位のこう底面積と、そこでからこう伸びたその豆腐の体積高さですね、高さとの掛け算で、この体積、この微小な部分の体積をこう計算しますと、でそれを積み重ねますということをやったんですけれども、問題になるのは、じゃあこの変数変換を行った時にですね、この積分領域 A とこの A とそれからこの D ですね、この D というのはの各点というのは1対1に対応するというわけなので、この例えば幅がデルタ X で高さがデルタ Y のこの微小な領域っていうのがこの変数変換によってどんな感じか分かんないけど、とにかくなんか映るんですね。映るんだけれども、この面積の関係っていうのが非常に重要になります。例えば、こちらの rθ の平面に移ったときに、この黄色い部分がですね、大きくなっていたらそれなりにこう面積を増やして積分する必要がありますし、逆にこれが小さくなっていたらこの面積を減らしてこう積分する必要があります。そうすると、この面積、その微小な領域を移したときに、面積がどのように変化するか。微小な領域をこう移したときに、その面積が、領域のこの微小な面積がですね、どのように変化するかということを正しくつかまないと、この変数変換を行ったときの重積分が正しくできません。これが一番この変数変換において大事なポイントの一つですので、押さえておきましょう。で、このことをもうちょっときちっとした図で書いてみたいと思います。ちょっと積分領域の A と D ですね、この XY 平面とその rθ 平面をちょっと左右逆にしてちょっと書いてみますけれども、
今度は左の方にその r θ 平面を書きますけれども、例えばこの極座標で表したその r θ の平面上で、ある微小な長方形を取ってみましょう。で、この長方形とそれからその内部の領域ですね。で、この長方形なんですけれども、R の方、R は R から R プラス dr まで到達します。で、θ の縦軸の方には θ から θ プラスデルタシータですね。デルタシータまで到達します。で、そうしますと、じゃあこの斜線で囲まれた長方形の面積はいくつですかっていうと、まあ、これ多分、これは皆さんすぐに分かると思うんですが、幅がデルタ R で、高さがデルタシータですので、まあ、面積は、デルタ R かけるデルタシータとなります。で、今度はこの R シータ平面上のこの長方形をですね、この極座標の関数ψを使って xy 平面に移したときに、この長方形がどういう領域に移るかっていうのをちょっと考えてみましょう。右側に書くのは xy 平面です。で、そうしますと、まあ、仮に、R が、まあ、この辺にあったとして、それから、まあ、θ が、の角度がこれだけだったとしましょう。そうすると、そうか、点で対応させていっぱいですかね。この A。この r θ平面上の a という点が、まあ、a' に移るとしましょう。で、同じようにして、残りの点を決めましょうね。b, c, d としますと、例えば r プラスデルタ r がこの辺に取られますと、まあ、b' b は b' に移る。それから、デルタシータ、そうですね、デルタシータを、まあ、こんなぐらいにしましょうか。デルタシータをこのぐらいにしますと、C は C' に移って、D は D' に移ると。まあ、こういう移り方をすることがわかると思います。一応書いておきますと、まあ、A が A' に移って、B が B' に移って、C が C' に移って、D が D' に移ると。一応、ちゃんとした関数、当てられた関数の形で書くこともできますので、それはちょっと皆さん、各自で後でやってみてください。とりあえず、まあ、簡単のためにこういう移り方をしますよう、ね、に書いておきます。そうしますと、この r θ 平面のこの長方形ですね、これが今の極座標変換で、xy 平面ではこのような、まあ、なんていうんですかね、バームクーヘンの一部を切り取ったような、そういう領域にこう移ることになります。そうすると、この xy 平面上で積分をしようと思ったら、その、この面積をですね、きちんと出す必要があります。とりあえず、xy 平面上の重積分にこう行う場合にこう使うその微小な領域の単位というのは、xy 平面上の長方形で、まあ、デルタ x かけるデルタ y ということなんですけれども、これの何倍か、このですね、映ったこのバームクーヘンの一部みたいな、この切り取ったところですね。これがそのデルタ x かけるデルタ l の何倍かになる、何倍になるかっていうのを、これがこう知りたいわけですね。これをきちっと抑えれば、まあ、変数変換を行ったときに正しく
その変数変換を行った後の、重積分から元の、重積分を求めることができるというわけです。ここまでいいでしょうか。微小な領域をこう移したときに、その、この XI 平面と Rθ 平面上のこの微小な領域単位になる微小な領域間の面積の関係をちゃんと押さえるというのが必要です。でこれはこの今やってる例題の場合ですね。で一般にはどういう形になるかというともうちょっと一般的なことを書いてみましょう。一般にはどうなるかと言いますと、一般にはその XI 平面とその UV 平面を対応づけて考えていましたので、まず最初にこの UV 平面からのこういう単位になる微小な領域を考えます。こんな感じですかね。で、UV 平面上にこう微小な長方形を取りまして、でその座標なんですけれども、まあ、横方向には U から U プラスデルタ U と、それから縦方向には V から V プラスデルタ V という形でこう取ることにします。でこれをよいしょ、この変数変換ψでこう XI 平面に持ってきますと、一応点の座標を持っておきますか。CD ですね。でまあ、こういう領域を変数変換ψで XI 平面に持っていきますと、まあ、例えば一般にはですね、こんなふうにこう長方形だった辺もこうぐにゃぐにゃっと曲がったりして、であとはその長方形だった図形もぐにゃぐにゃっと崩れたりして、こういう領域に移ってくると思われます。で、でその座標をですね、一応ちょっと面倒ですけれどもちゃんと書きますと、で移った先を例えば A'B'C'D' としましょう。これは先ほどと極座標変換の例と同じように、A が A' に移って B が B' に移って C が C' に移って D が D' に移ったものとします。で、あとこのそれぞれの点のその X 座標と Y 座標をこうちまちま書いていくわけなんですけども、例えばこの A' の X 座標がその変数変換の関数ファイとプサイを使うと、これはファイの UV と表されるわけですね。それから、B' のこの X 座標は、ファイの U プラスデルタ UV というふうに表されます。それから、D' の X 座標も計算しますと、これが、ファイの U と V プラスデルタ V というふうに表されます。ここまでちょっとまあ面倒ですけど
後の計算で必要になってきますので、一応ここでちゃんと計算しておきましょう。で、今度はその A' B' D' の Y 座標をこう求めていきますけれども、まず A' の Y 座標っていうのが、プサイの UV ですね。それから、B' の Y 座標っていうのが、プサイの U プラスデルタ U と V です。一応なんでこうなるかっていうのは、その元の移される前のこの ABD の、 U 座標と V 座標をちゃんと求めておけば分かりますので、それはちょっと皆さん各自でやってみてください。で、あと D' の Y 座標を求めますと、これがプサイの U と V プラスデルタ V というふうになるわけです。で、一応そうですね、ちょっとこの2つの微小領域に名前をつけておきますと、この最初に作った微小な長方形をシグマというふうに名前をつけて、でそれが写されたこのぐにゃぐにゃっとした図形をこう R というふうに名前をつけておきましょう。そうしますと、UV 平面上の微小領域シグマが、このプサイの変数変換で XI 平面上の微小領域 R に移ったというふうにいうことになります。で、その我々はこれから調べたいのは何かっていうと、そのこの写される前の長方形の面積に対して、この写った後のこのぐにゃぐにゃっとした図形の面積がこの元の長方形の何倍になりましたかっていうことを調べたいわけです。ここまでいいですか。まあ、これがまず調べることね。それでそのために本来ですと、このぐにゃぐにゃっとした領域の面積を忠実に求めるのは難しいんですけれども、実はこのデルタ U とかデルタ V が非常に小さいということを仮定すると、それを少し近似して求めることができるという事実があります。それをこれからその事実を書きます。あ、そっか、どのように近似するかちょっと先に言いますと、この色って大丈夫ですか？オレンジですけれども。いや、実は最近知ったんですけど、数学の事務室に蛍光色のチョークがあることを知って、ちょっと使うかどうか迷ってたんですが、とりあえず今日は使わずにオレンジ色のチョークを持ってきました。で、どうやって近似するかっていうと、実はこうやって近似します。ちょっと見にくいかもしれませんけど、少しじゃあ太くして書きますと、この AB を線分で結びます。で、あと A'B' を線分で結びます。それから A'D' を線分で結びます。そうすると、これをこの2辺を隣り合う2辺とするような平行四辺形を作ることができます。こうやって平行四辺形を作ります。
A' B' とそれから A' D' が隣り合う2辺になるような平行四辺形を作ります。ちょっとこれは黄色の方がいい。で、ここで用いる事実は、この UV 平面上の長方形を XI 平面上に移すっていうのを考えたときに、その面積がどうなるかっていうと、移った先の図形はどうなるかっていうと、この元の図形の辺の長さが極めて小さいときには、この移った先の図形の面積は、この平行四辺形の面積に置き換えて良いというアイデアを使います。だから普通のぐにゃぐにゃっていう一般のぐにゃぐにゃっていう図形は扱いづらいんだけども、それに変えてこういう平行四辺形を扱うにしましょうというのがここで使う事実です。いいですか？一応それを文章に書いておきましょう。まずデルタ U、デルタ V が十分小さいときですね。デルタ U とデルタ V が十分小さいときに、この R っていうのは移った先ですね。この R の面積。R の面積は線分 A' B' とそれから線分 A' D' を隣り合う2辺とする平行四辺形。平行四辺形の面積で十分近似できるというものです。十分よくですね、すみません、十分よく近似できると。これを使います。ここまでいいでしょうか。もう一回今までのストーリーを振り返りますと、その今調べたいのはその UV 平面上の長方形を変数変換で XI 平面上に移した時の移った先の図形の面積を調べたいと。で本来は移った先の図形というのは一般にぐにゃぐにゃしてるかもしれないんだけれども、今この元の長方形のが十分小さければその移った先の図形の面積は今図にあるような平行四辺形で近似してよいと。だから近似しようと。そういうアイデアです。いいでしょうか。何かここまで質問ありますか？大丈夫ですか？はい。でじゃあ今度はじゃあ平行四辺形で移った先の図形を近似しましたと。じゃあこの面積を求めましょうと。じゃあ、それはどうやって求めますかっていう問題に移ります。で、実はこの問題はもしかすると、こう皆さん、その受験の時にやったことがあるかもしれません。じゃあ、その面積を求めるための、一つの方法を命題として書きます。11か。
ここでちょっと唐突ですけれども、線形代数がちょっと顔を出します。まあでもそんなに大した話ではありません。少なくとも皆さんが今、苦しんでいるかもしれない、そのランクがどうだろうとかそういう話ではありませんので、単にベクトルとか行列とか行列式がちょっと出てくるぐらいです。XY 平面を考えます。でそこで2本のベクトルを考えます。原点 O ですね。で OA、ベクトル OA をと AB と表して、でベクトル OB を、まあ、CD とします。でこの時、今その黄色いチョークで書いた図形、これはこういう平行四辺形を考えるわけですね。そのベクトル OB をこう平行に移動させて、このベクトル OB の視点がこの点 A に重なるようにすると。そうすると、この点というのはちょうど、ベクトル OA とベクトル OB の和になるわけですけれども、こういう平行四辺形を考えましょう。この時線分 OA と線分 OB を隣り合う二辺とする、平行四辺形の面積、の面積はどうなったかというと、多分これ知ってる人もいるかと思うんですけれども、これ公式があってですね、まずこの座標、それぞれの座標の A と B と C と D を使うと、まあ、AC-BD の絶対値として表すことができまして、でこれっていうのは実はこれで気づいた人はこうもういるかもしれませんけれども、結構勘が鋭いかもしれませんけれども、この AB と CD をそれぞれ列に並べた行列式の絶対値に等しくなります。これいいですかね。AC-BD というのはこうちょっとやったことある人もいるかもしれません。で実はこの式っていうのはちょうど、あれ？なんか違うね。こうですね。じゃあここも違うね。ちょっと待ってくださいね。何かが違いますね。AD-BC ですかね。すいません。これでいいですかね。はい。失礼しました。そうですね。この OA と OB を並べて、2つの列ベクトルを並べて作った行列の、行列式。行列式でこれでいいですかね、皆さん大丈夫でしょうか。
なんでこんな間違いしたのかな。まあ、ちょっと反省しますと、一応ある資料を参考にしたことは確かなんですけれども、何も考えずにそれを写したか、別にその資料が間違ってたことか分からないんですけど、あるいはその資料では正しい設定で書いてたんだけども、自分の設定にしたときに、あまりそこを注意せずに写した、書いたか、多分どっちかと思います。すいません。まあ、何も考えずに書くとこういうことが起こりるという、まあ、悪い見本のいい見本、悪い例のいい見本、失敗のいい見本とか、まあ、そういう感じですので、まあ、皆さんもぜひ気をつけてください。で、まあ、こういうふうに実は行列式が出てくるんですね。この2つの辺を表すベクトルを横に並べた行列式でこの平行四辺形の面積ができると、書けるという命題があります。ですので、この命題を使って、その先ほどの、この9枚目の黒板の右側に書きました、この R という、R を近似した平行四辺形の面積を実際に求めてみましょうという話です。をこれからやりましょう。じゃあそこで、まあ、そこで上の命題を用いて、まあ、平行四辺形の面積を求めてみましょう。で、この上の図形では、こちらの今の命題の図と対応させますと、2つのベクトルを求める必要がありますので、まず、要はこの記号はこの9枚目の黒板の右の図で書いた平行四辺形の各頂点を表します。まずこの a'd' っていうこのベクトルをこう求めるわけですね。で、上が x 座標、それから下が y 座標というふうにこう求めます。そうしますと、まず a'd' ですから、a'd' この左側の辺ですね。で、x 座標は、このベクトルの x 成分っていうのは、その a'd' のこの x 座標の差ですから、まずこれ最初に d' の x 座標が来てきますので、ファイの u、v プラスデルタ v 来て、それマイナス、今度は点 a' の x 座標が来ます。これがファイの uv、こうですね。で、下の y 成分は、d' の y 座標から a' の y 座標を引きますので、d' の y 座標は、ψ の u、v プラスデルタ v、マイナス、ψ の uv と。まず、その a'd' というのはこういうベクトルになります。いいですかね。上の命題でいう、この oa に対応するベクトルですね。で、今度は、平行四辺形のもう一辺、を構成するベクトルを求めます。a'b' ですね、今度は。で、これは今度は a'b' の
x 成分っていうのは、b' の x 座標から a' の x 座標を引きますので、b' の x 座標は、ファイの u プラスデルタ u と v から、a' の x 座標を引きますので、ファイの uv。次に、a'b' の y 成分ですね。は、b' の y 座標から a' の y 座標を引きますので、b' の y 座標を見ますと、ψ の u プラスデルタ u と v と。そこから、ψ の uv を引いた。まあ、こういうベクトル、2本のベクトルを作ることになります。ここまでいいでしょうか。いや、なかなかあれですね、こう、皆さん、その地球科学のいろいろな専攻でも、その学問の先端に行くのっていうのは、非常に時にこう単純だけど面倒な道もあるかもしれませんし、こう考えるのにつらいところもあるかもしれません。で、これも数学もやはり同じような面がところどころありまして、単純なんですけども、まあいちいちこう座標を調べて書くのは面倒かもしれませんね。まあ、でもどの学問もきっとその一歩一歩そういう単純だけど面倒なことっていうのを繰り返して、山を少しずつ登っていくような感じなのかなという気がします。僕は山登りをやったことがないんで、山登りをする人もすごいなと尊敬しますけれども、実際に皆さんの中で今年の元旦に筑波山で初月までを拝みましたっていう人もいるようですので、いや非常にいい話だなと思います。全然関係ないですけど、まあでまあ、こういうふうにこう2つのベクトルをまず作りましたと。で、まあ、これ1234しましょうか。で、実はこれらの式ですね、このままではどうにもならないんですけれども、我々その微分という道具を身に持ってるわけです。で、微分を使うとこれがもう少しきれいな形で書けると。で、微分の中でも特にその以前その一次近似っていうのをやったかと思います。まあ、一変数の関数でもやったと思いますし、確か変微分でもやったかと思うんですけれども、これを一次近似を使うとですね、これをそのある変微分を使って書くことができます。この9枚目はちょっと残しておきましょうか。だんだんチョークが短くなってきたんで、この辺で少しチョークを長いのに変えて気合を入れ直すことにしまして、でここで ファイの、U V プラスデルタ V っていう量が出てきてるんですけれども、もしくはプサイの U V プラスデルタ V他にもいくつかあるんですね。こちらにもあるんですね。こんなふうにあると。で、そうか、ごめんなさい。これは、まあ、これはちょっと括弧書きしておきましょう。仮にこの1番目に着目しますと、この1番目の式に着目しますと、このファイの U と V プラスデルタ V っていう式があるんですけれども、これをV について一次近似ということを行います。
一時金利というのは何だったかというのはちょっと時間の関係で詳しくは今日は振り返りませんけれども、とりあえず結論だけ書いておきましょう。結論だけ書いておくと、このファイの U とそれから V プラスデルタ V っていうのが、ファイの UV とそれから変動関数ですね、変微分ですね、ファイの V による変微分の UV における値かけるデルタ V と、こういう形で近似できます。これは変微分を使った技ですね。ですので申し遅れましたが、この変換に使うファイとかプサイっていうのは C1 級であることを要求します。すいません、後付けですいませんけれども、ファイとプサイは C1 級といって、1回変微分できて、それもそれらが連続であるという、そういう性質を持つことにします。そういう都合のいい性質を持っていることにしますと、こういう近似ができると。で、そうすると、丸1はどう近似するかっていうと、まずファイの UV プラスデルタ V を書きますよね。ファイの UV プラスで D ファイ DV の UV デルタ V からファイの UV を引きますので、そうすると D ファイ DV の UVかけるデルタ V が残ります。今やってるのはこの丸1っていうのはこの A'D' のベクトルのこの X 成分ですね。これは実はこうなるってことを言ってます。その変微分を使ってこんな形でかけるということを言ってます。と近似できると。ここまでいいでしょうか。もうちょっと前のストーリーからもう一回バックしてもう一回たどるとですね、今平行四辺形のを、2辺を作るベクトルを2個用意しましたと。で、それぞれこういう式があるんですけれども、これらをその変微分変動関数を変微分を使って変微係数を使って一時近似をしますと。そうすると例えばこの A'D' についてはこういう形で近似できますという話です。で、同じようにして、この12枚目の黒板にある他の成分にも同じような計算を適用させますと、そうか、こっちの黒板に書いておきましょうか。じゃあ、でこれが D ファイ DV、UV デルタ V と、それからこの A'D' のこの Y 成分が D プサイ
dv の uv デルタ v、それから a'b' の x 成分が d ファイ du uv デルタ u、 それから最後に a'b' の y 成分が d プサイ du の uv かけるデルタ u となります。ここまでいいですか。まあちょっと2番3番4番がどうしてこの形になるのかっていうのは今はその答えしか書いていませんが、一応各関数の一次近似をきちっと考えるとこうなるっていうのが分かると思いますので、それは各自にその辺の確認は各自にお任せします。でこれを使いますと、よって A'B' とそれから A'B' は次のように近似できます。まず A'B' の方から書きますと、A'B' ですね。A'B' っていうのは、この12枚目の黒板の丸3と丸4の近似式なんですけれども、共にデルタ U がかかっていますので、デルタ U を外に出しまして、で、d ファイ du uv が x 成分、それから y 成分が d プサイ du の uv となります。で、次に a'd' は、上の12番目の黒板の丸1と丸2の近似を使いますと、これともにデルタ V がかかってますので、これ外に出して、デルタ V。で、X 成分は、X 成分は D ファイ DU の UV。それから Y 成分が D プサイ DU の UV となります。で、こうして見てみると、ちょっとその顕微分の出てくる出方にちょっと規則があるのは皆さん気づいた人もいるかもしれませんけれども、まず、どちらのベクトルも x 成分はちょっと待ってね、なんか違うな、ごめんなさい、ごめんなさい、AD、 こちらはこれどちらも V ですね。どちらのベクトルも、X 成分はファイに対する偏微分が出てきてますね。これもファイに対する偏微分だし、こちらもファイに対する偏微分。で、一方で Y 成分はプサイに対する偏微分が出てきます。プサイがどっちも出てくる。それから、あと、左側のベクトルは、何の変数で偏微分してるかというと、U の変数で偏微分してるからですね。X 成分、Y 成分も。で、右側のベクトルは、x 成分 y 成分も v の変数で偏微分しています。という、規則性があることにちょっと注意してください。注目しましょう。で、この a'b' とそれから a'd' のベクトル、2本のベクトルが出ましたので、これを使って、ここの9番目の黒板にオレンジ色で書いた平行四辺形の面積を求めることが可能になります。で、実際に、
平行四辺形の面積を求めますと、面積は次のように近似できると。で、それを書きますと、この2つのベクトルをこう横に並べた行列の行列式なんですけれども、まずこのデルタ U とかデルタ V とかそのベクトルにかかっているその量ですね。この量は行列式の外に出すことができます。外に出してかけることができますので、最初にデルタ U とデルタ V の掛け算がきます。で、それに次の行列式を作るんですけれども、まずこの A'B' のベクトルをこう1列目に並べます。そうしますと、d ファイ du の uv と d プサイ du の uv ですね。これ、このベクトル A'B' を並べた。それから右側にベクトル A'B' を並べたものを書いて、それが d ファイ dv の uv と d プサイ dv の uv。 ということで、これ何が出たかっていうと、その変数変換を行った後で、もともと考えていた面積っていうのはその UV 平面でのこの長方形の面積だったわけですね。それが変数変換を行うと何倍になるか、これがもともとの長方形の面積でした。もともとの長方形の面積。そうすると、新たにかかった部分ってちょうどこれだったんですね。ちょうどこれ倍されると。変数変換して、その微小な長方形を XY 平面に移すと、これ倍されると。だから、その、重積分するときに、その微小な単位、長方形の面積は、これ倍だけしなければ、すれば、こう、変数変換した後でも同じように重積分の値が求まるということを言っています。で、この行列式をですね、ちょっとこのベクトルは消しちゃっていいですか？下に続けて書きますので消します。この行列式を名前がついていまして、変数変換もう一度書き直しますと、これファイと書いていて、x イコールファイの uv、 それから y イコールプサイの uv のヤコビアンと言います。ローマ字で書くと、こう書きますので、まあ英語流に読むとジャコビアンになると思うんですけれども、確かこれは数学者のヤコビ
から名前が来てますので、ヤコビアンというふうに呼びますと呼び、記号では、J の Φ の UV という記号で表します。でそれからあとこの変数変換なんですけれども、この変数変換をですね、一応フォーマルには x の方は π という関数、 y の方は ψ という関数をっていう名前を割り当てて使うんですが、省略して、こういう変数変換を行うことを x の uv とか、あと y の uv というふうに書くこともあります。で、それに応じて、このヤコビアンもですね、ちょっと分数っぽいんですが、デルタの xy オーバーデルタの uv と。こういう記号で表すこともあります。ですので、本や問題集によってはこの記号でヤコビアンが出てくることもありますので、注意してください。同じ意味を表します。どっちもヤコビアンを表します。ここまで。いいでしょうか。一応これによってその変数変換、重積分をやるための変数変換を行った際に、この微小な単位長方形ですね、これの移った先の面積比がヤコビアンで分かるということが今日の一番のポイントです。一番のポイントですね。それを踏まえて、その重積分の変数変換はこのようにしてばできますというのは次の定理です。一応、これでヤコビアンまで出てきたので、この平行四辺形も役割は、お役目を果たしたと思いますので、消します。でしょうか。14、15、16、で、変数変換、重積分の変数変換の公式というのが最終的に結論として書かれているのが教科書201ページの定理 5.16 ですので、ここまで板書を写し終えた人はちょっと開いてみてください。までしょうか。まずじゃあ定理 5.16 いきましょう。O、これ0じゃなくて O ですね。O を、これ R、ユークリッド空間 R2 の、空でない回集合とします。
それから、D は、O の部分集合として、これは有解な閉集合とします。で、さらに写像、ファイを、O から R2 への写像とします。で、どういうふうに取るかというと、O の点 U と V に対して、U と V を、この R2 では、ファイの UV と、それから、サイの UV に、移すとします。で、まあこういうふうに書かれても今までの例との対応がピンとこない人もいるかもしれませんので、例えばその極座標変換ではどういう世界が対応してたかっていうと、この O の方が極座標ですね、この Rθ の世界で、それをこっちの R2 っていうのは XY 平面に移す写像だと思ってください。あと、ψと、ファイとプサイに関する条件として、ファイとプサイは共に O において C1 級であると。すなわち、微分可能で、一回微分可能で連続であるとします。それから、ちょっと長いんですけれども、ヤコビアンですね。ヤコビアン、ファイのヤコビアンを、先ほどの定義のように置きます。すみません、ちょっと時間なくなりましたので、少し急ぎます。それから、D とファイに関する条件なんですけれども、一つは、D とそれから D をファイで移した集合は共にジョルダン加速であるとします。D とファイの D は共にジョルダン加速。それから、ジョルダン外速度が0となるような D の部分集合を除いて、このヤコビアンが0でなくて、かつ、ファイは1対1対応であるとします。ちょっと急いでしまって申し訳ないんですが、一応これ、教科書にも書かれている条件ですので、まあ、必要な人は後でゆっくり復習してください。ジョルダン外速度が、まあ、0の、0の、部分 D の部分集合を除いて、このヤコビアンは0で、非0で、かつ、プサイは1対1とします。ここまではちょっと長いですけど、条件ですね。で、結論は、主張はですね、この時、ψD 上の連続関数 fxy
に対して左辺は xy 平面上の積分ですね。それが例えばその uv 平面上での積分はどうなるかっていうと、この f に πxy と ψxy を、あ、ごめんなさい、uv です、ごめんなさい。π の uv と ψ の uv を代入した関数に、ここですね、ヤコビアンの絶対値をかけて、で、U と V で積分したものに等しくなるというのが、まあ、今回のその変数変換をした場合の積分の公式です。あ、もしくは重積分における変数変換の公式です。で、まあ、ちょっと時間が落ちてきてしまいましたけれども、今日はここまでですね。一番、まあ、基本的な極座変換、変数変換の公式の例として、その極座標変換がありましたが、先ほど、そのヤコビアンが先ほど R をかけるって言ってましたけども、それが実はこの極座標変換の時のヤコビアンっていうのが R に等しくなるというのがここから導かれます。すいません、時間がなくなりましたが、それ講義ノートの方にはいくつか例を挙げておきました。また、まあ、次回の授業でも取り上げたいと思いますけれども、もしかするとその演習の方でですね、今度は変数変換の用いた問題をやってもらうと思いますので、まあ、その際にまあ、また皆さんで復習、もしくはちょっと先を予習してもらえればというふうに思います。ここまで何かありますでしょうか。じゃあすいません、ちょっと最後の方は慌ただしくなって申し訳ありませんでした。じゃあまた次回はですね、講義積分の方に進んでいきたいと思います。じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。どうもお疲れ様でした。